ニュースマグビです。離婚協議に入ったことが報じられた前田敦子さんと勝地涼さん、その背景には勝地さんの DV があったようです。関係修復が不可能になったのは2019年5月のこと。2人の知人によると、前田さんはこの頃、火事の最中に足の靭帯を痛めたとして映画のイベントなどを欠席していました。怪我は実は勝地さんが原因。夫婦喧嘩がエスカレートして勝地さんが前田さんを突き飛ばす形になった。彼女は転んでしまい骨折したというのが真相のようですと明かしています。ニュースマグビ